さあ皆さんこんにちは。本日もビストロライブキッチン始まりました。2週間ぶりです。お元気でしたか皆さん。さあかなさん、はい、最近暑いですね。まだまだ ねまだまだ暑いですよね。元気ですか今日は。元気です。元気もりもり。よかった。いっぱいその元気もらえますね。もういっぱい注入しますね。さあということで、すでに、ね、コメント来ておりました。ありがとうございます。あアプリの方もね、ゴリラの飼育員さんこんにちは、今日も楽しみです。ありがとうございます。嬉しいです。こういう風にですね、我々インタラクティブに皆さんとねコメントをやり取りしていきたいなという風に思っております。さあではかなさん、早速なんですが今日ご紹介するレシピご紹介お願いします。はい、一品目はこちら、山形の郷土料理芋煮です。芋煮ですか、渋いですね。はい、そしてもう一品はこちら、ぜひ新米で作ってください、混ぜご飯です。すごい。さあ皆さん改めましてこんにちは、ビストロライブキッチン始まりました。さあ芋も大好き、混ぜご飯も大好き、私 MC あまりが司会を務めていきます。よろしくお願いします。拍手。そして今日一緒に番組を盛り上げてくれるのはこちらのフードスタイリストの中田かなさんです。はい、皆さんこんにちは。秋になって毎日焼き芋食べてます、フードスタイリストの中田かなです。よろしくお願いします。いいよね、お芋の時期でございます。美味しいですよ ね。さあこのねビストロライブキッチンはインスタグラム、そしてデリッシュキッチンのアプリで同時視聴ができるということでございますので、はい、今ねこの今あまりの方はですね、これデリッシュキッチンのアプリの方ね開いてるんですけれども、皆さんよかったらこの秋、今もうすぐ暦上は秋なんです、暑いですけど、なので食欲の秋ということで、なんか皆さん食欲の秋で思い浮かべるスタンプを何か絵文字か何かをちょっと入れてほしいと思います。はい、あまりはですね、あまりさんは、はい、さつまいも好きです。ああ一緒ですね、はい、なのでよかったら皆さんいろいろですね、昨日十五夜だったりとかしましたからね、はいはい、何か絵文字打ってみんなで盛り上げていけたらなというふうに思います、はい。でね、今日も、はい、ビストロで新しい美味しさ発見としまして、ご当地の魅力満載レシピをご紹介していきます。はい、ご当地会の第4回は山形県です。お山形県、はい、ね、皆さん東北ですね、行ったことありますか山形県。あります。山形県にお住まいの人でも、うんうん、まあ、山形県出身の方でも、ね、いいですからね、ぜひ山形に何かゆかりがある、そんな思い出があったらぜひ書き込みお願いします。はい、あまり1回行ったことあります。あ、私も日曜日に行きました。え、最近？最近行きました。何しに？あの芋煮フェスティバルに行ってきたんですよ。日本一の芋煮フェスティバルに。今日のために？はい、すごいな、プロですよね。芋煮の魅力をお伝えするために行ってきました。こんな暑い時期に ね、芋煮フェスティバルがあるんですね、はい、そうなんです、はい、まあ、そんなね、あのご当地会ということで、ご当地会にちなんだ視聴者プレゼントもご用意しております。こちら抽選で5名の方に選べるご当地グルメのカタログギフトをプレゼントさせていただきます。応募方法は番組の最後にお伝えしますので、はい、ぜひ最後まで一緒に楽しんでいただきたいと思います、はい、あ、今ねコメントでこちら来ております。山形といえば米沢牛が好きです。美味しいですよね。芋煮気になる、旅行に行ったことあるみたいなね、うん、あ、イメージの芋煮のイメージ強いとかね、芋煮フェスなんてあるんだ、確かに。そうなんですよ、フェスになってるぐらいね、あっちだとみんなのね、はい、この心よ、お腹を掴んでるということですね、はい、あ、山形だし知ってますか。そうですね、有名ですよね。あの夏野菜刻んで、あのお出汁入れてちょっとトロトロの、美味しそうじゃないですか、はい、まあ、とにかくね山形は、ね、魅力いっぱいということで、そういった魅力が伝わる回にしていきたいなというふうに思っております、はい、ではですね、かなさん改めて1品目の紹介お願いします。はい、一品目はこちら、パナソニックのオートクッカービストロ NFAC1000 で作る山形ご当地芋煮醤油味です。おー、なんか醤油味っていうところがなんかね、あ、そうなんです、気になりましたけどね。今日は醤油味で作りますよ、うんうん、こうオートクッカーにお任せで作れるので、うん、具材に味がバッチリ染み込むんですよ。いやでもなんかこう、ね、煮物って、はい、やっぱこの味がどう染み込むかとかね、はい、ちゃんと火が通ってホクホクなお野菜かとかね、大事だと思うので、そうなん、今日そこを楽しみにしていきたいなと思って、うん、てください。あとね、聞くところによると芋煮ってエリアによってなんかこう味付けだったり食材が変わるみたいなことを聞いたことがあるんですけど、そうなんですよね、皆さんが食べたことある芋煮ってどんなものが入ってたか教えてください。芋煮のイメージね、やっぱり芋しかないからさ。あ、本当です か、 なんかイメージなんか豚汁みたいなものがあります。あ、そうですね、はい、結構ね、あのしっかりな味付けでご飯も進むって感じだと思うんですけど、私は醤油しか食べたことないんですけど、皆さんはどうですかね。あ、宮城は味噌ですよって。あ、そうなんですね、あ、コメントが来ましたね、うんうん、味噌味もいけるんですね。はあ、なるほど。じゃあでも今回はちょっと醤油味ということなので、はい、じゃあ山形ご当地芋煮の醤油味、材料を教えてください。はい、材料はこちら、はい、
さあこれ、一食でねお肉もお野菜も取れるのが嬉しいところなんですが、材料と作り方、デリシキッチンご覧いただいている皆さんはですね、レシピ右下にレシピという場所があるのでぜひタップして見てみてください。では調理の方お願いします。はい、スタートしていきます、うん、まず最初に里芋ですね、はい、里芋は皮を剥いて一口大に切っていきます。里芋ってさ、うんうん、これ皮むくのって痒かったりぬるぬるして大変だよね。ね、そうですよね、うん、これぬるぬるするのは、はい、洗った後にしっかり水気拭き取っていただくと、あのこういう風に切りやすくなります。そうなんだね、はい、いつもそのままやってたからぬるぬるするんだね。そうそう、そしてあの今やったんですけど、一番最初に頭とお尻を切ってから、うん、縦に抜いていただくと、こういう風に頭とお尻を切ってから縦に向くと滑りにくくて切りやすいです。いや勉強になります、はい、あとかゆみ気になる方はあの酢水につけるのもおすすめです、うん、あそうするとかゆみ少なくなるので、ぜひかゆみ気になるなって方は酢水に最初につけてから剥いてください。伊達に芋煮フェス行ってないね。そうですよ、学んでますよすごい。あと今日は、うん、あの里芋使ってるんですけど、うん、冷凍の里芋でもあの作れます。すごいね、オートクッカーそれでいけちゃうんだね。そうなんですよ、オートクッカーだと、うん、あの冷凍のまま解凍せずに入れられます。じゃない、嬉しいですよね。そうなんですよ、確かに里芋って冷凍で売ってるイメージ強いかも、うんうん、そうなんですよね。なのでよりお手軽にできるので、今ちょっとね旬なんで、うんうん、ぜひあの生でも作っていただきたいんですけど、うん、よりお手軽に解凍しないものでも作れます。はい、はい、そして切ったものがこちらですね。はい、いいですね、はい、で塩をしっかり揉み込んで水でぬめりを洗い流して、うん、こう水気をよく拭き取ったものになります。なんで塩を揉み込むんですか。あの塩揉み込むとこの表面についてるぬめりが取れるので、うん、はい、味が染み込みやすくなります。あ、そういうこと、はい、あと煮汁も濁らないのでおすすめです。いや塩ってすごいね。あ、すごいね、今あのアプリの方、お猿のモン吉さん、冷凍のままはすごいですねってこと来てますね。ね、楽ですよね。あとやっぱり牛肉、芋煮には牛肉合いますっていうコメントも来てます。これ庄内地方なので味噌を使ってますとかってコメントもありますね。庄内で合ってますかね、読み方。あ、庄内で合ってると思います。はい、はい、そしたら次に白ネギですね、うん、1本は薄切りにしていきます。わ、確かにネギはね、こういった煮物とか鍋のものにやっぱ合いますよね。ね、いいですよね、トロトロになって美味しいですよね。今日は1本たっぷり使っていきますよ。他にどんなね食材入れるといいのかな。ね、皆さんもおすすめの具材とかあったらぜひ教えてほしいんですけど、なんか今パッと浮かんだのはさ、うん、ごぼうとか合いそうだよね。うん、ごぼうもいいと思います。あとは、うん、あの大根とかもいいですし。あ、なるほど、はいはい、例えば今レシピ さっき見せてもらったんですけど、まあ、材料を見せてもらったんですけど、はい、違うお野菜入れても大丈夫ですか。あ、大丈夫です。ただあの、うん、全体の野菜の総量だけはレシピと同じにしていただければと思います。あと里芋に関しては 400g を守っていただければと思います。そうなんですね、はい、はい、そこだけだから、はい、いろいろカスタマイズができるっていうことですよね。はい、はい、じゃあ次はそして具材のこっち2つ目ですね、はい、がはい、しめじですね。小房に分けたものをご用意してます、うん、はい、はい、きのこいいね。きのこいいですよね、うん、秋っぽいですよね。あとこちら牛肉ですね。牛肉の薄切りは5センチ幅に切ったものをご用意してあります。はい、はい、そして、うん、次にこんにゃくなんですけど。あ、いいね、こんにゃく絶対合うよ、はい、こんにゃくはこういう風にスプーンでこうちぎっていきます、うん、楽しいやつ。そう、みんなでできるやつだね、これね。そう、お子さんとかでやっても楽しいですよ、うんうん、一口サイズにすればいいんだね。そう、一口サイズにちぎっていきます。こうするとね、こういう風にちょっと断面がいっぱい増えるので、はい、味も染み込みやすくなります。あ、今ねインスタの方コメントで、芋煮っておかずになるからいいですよねとか、うんうん、ごぼう最高。あとこれ気になりますね、何キノコでも合うんですかっていうコメント来てます。あ、そうですね、うん、でも椎茸とかがいいですかね、お出汁も出て。なるほど ね, ね, ね、出汁にねやっぱねさらにねこう美味しさが増すようなものがいいですよ ね, ね, すよね、はい、これアプリの方、固めのお豆腐いいですねっていうみおさんが言ってくれてます。あ、いいですね、お豆腐もいいと思います、うん、お豆腐いいじゃない ね, ね、焼き豆腐とかね、うんうん、いいと思います。はい、そしてこんにゃくはさっと2、3分ですね、茹でて、うん、水気を切ってください。はい、はい、そしたらもう準備は完了です。はい、はい、ということはもうこのオートクッカーにお任せできる時間が来たんですね。はい、開けますね。まずこの内鍋を、はい、外してこちらですね、うん、羽をしっかりセットしていきます、はい、この羽がすごく重要なんですよね、はい、そうなんです。この羽がこういうふうに鍋底をさらうように回転するので、はい、うん、
こ今日ね里芋とか崩れやすい材料が入ってるんですけど、この絶妙な羽の動きで崩すことなく火が入るんですよ。これだからあれだよね、あの、はい、芋煮フェスとかでさ、こうやって鍋をぐる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 回してる人ってあれをこれイメージしてもらうと分かるってことだよね、はい、自動でやってくれるんですよ。でしかもこれ食材を傷つけないでしっかりと調理してくれるということなんです、はい、そうなんです、はい、ではどんどん入れていきましょう。はい、まずお肉ですね、うん、半量を入れていきます、はい、あまず半分入れるんですね。はい、まず半分入れますね、うんうん、はい、そして次に里芋ですね、入れていきます、うん。さっきね、あのコメントで、お猿のモン吉さん、里芋好きだけどなかなか使いにくいのはねっていう風に言ってましたね、うんうんうん、まあ、確かに。でもね、冷凍だとね使いやすいですね。そうですね、うん、冷凍のものだとあのいつでも使っておけるのでいいと思いますよ、うんうん。個人的には白菜とかも入れちゃいます、芯が柔らかくなると美味しいですっていうインスタからのコメント。クタクタになるのもいいですよね。いや絶対美味しいよね、硬い部分もね入れちゃってもいいってことだ、ね、美味しい。あ、いや、いいいいいい。そっかね、これから寒い季節だからさ、野菜がまた美味しくなりますね、うんうん、ねいいですよね、煮込み野菜、煮込むのにちょうどいいですよね。いいですね、あのアプリの方コメント秋だな本当ですかです皆さん、今日すごい暑かったですよ。でも、ね、秋感じてますよね、今日この映像からはね秋感じてもらえたらなってね。こよみ上はもう秋ですからね。あまりさん、ここ注目なんですけど、はい、何でしょう。これ里芋もネギもしめじも全部一緒に入れちゃって大丈夫なんですよ。あ、そっか、普通さちょっと硬いものは一回さなんか煮てからとかね、煮てからとかちょっと煮崩れしやすいものは先と後で取ってとかやるんですけど、今回全部一気に入れちゃっていいんですよ。オートクッカーだったらめちゃくちゃ楽じゃん。そうなんです、うんうん、はい。そしてここにお水ですね、 500cc 入れていきます。あ、お肉に塩コショウしなくてもいいですかっていうコメント来てます。塩コショウなくて大丈夫です。じゃあもうこれを味が染み出して美味しくしてくれると、はい、染み出します。すごいな。はい、じゃあ調味料入れていきます、はい、調味料はまず顆粒のかつおだしの素大さじ1、はい、そこに醤油 50ml、はい、うわいいね、シンプルな味付けなんだけどね、うん、さあみりんが 50ml、はい、いいですね。最近わかりましたよ、料理に砂糖を入れるんですよね、はい、大さじ1、はい、コクが出て美味しいですよね、うん、いやこれ楽しみだな、結構シンプルですよ。はい、はい、そしたらこのまま内鍋を本体に入れます、うん、はい、ガシャン、しっかりとガチャンとして蓋を閉めまして、はい、閉めました。ロックをします。はい、はい、でここでですね、オートクッカー自身で操作するのもいいんですが、もっと手軽にできるのがキッチンポケットアプリというアプリがあります。え、今日作ってる山形ご当地の芋煮こういう風になりますよってありまして、これ材料そして作り方をこうやっていくと、このオートクッカーへ送信というところがあるのでタップします。そうするとこのキッチンポケットアプリからオートクッカーに美味しく作ってよという指示出しがされまして、セットをしたのであとはスタート押すだけ。うわこれ楽よね、なんか、ね、やっぱさなんかこう煮物ってハードル高いイメージあります、うんうん、なんか準備もそうだし、こうやってちゃんと見なきゃいけないとかね、そう焦げつかないようにとかずっと火の前で見ておかなきゃいけないっていうの、うん、ハードル高いですよね。だからこれはもうあとはもうお任せできちゃう、お任せほっといて見なくて大丈夫、うん、そうほらコメントでやばいぐらい楽ちんじゃん、シンプルイズベスト、本当そう、ね、料理はね手間をかけない方がいいっていうタイプのものです僕は、いやもうそれで美味しくなるっていうところが最高ですよね、うん、あとね甘めの醤油味美味しいですよねって来てますけど、あの、うん、北陸出身なのであんまり醤油が甘かったことはないんですけど、はいはいはい、どういった醤油とか合うんですかね。あの普通の醤油でももちろんいいですし、うん、あの甘い甘めの醤油ももちろん大丈夫です。ちょっと出汁が効いたお醤油とかでも大丈夫です、うん、ね、ご自身のお好きな醤油で合わせていただくと、うん、お好みの醤油で合わせてください、うん、あとはあれですね、うん、味噌味さっきも来てましたけど、ね、ありましたよね、はい、うん、今回あの醤油味で作ってるんですが、味噌味で作る場合はあの醤油、みりん、砂糖を入れずにかつお出汁だけを入れてください。さらにシンプルになるんだね、はい、そして加熱が終わった後に味噌を溶かしながら、うん、入れていただいて3分から5分延長して加熱してください。そしたら味噌味もできます。いいですね、はい、味噌もちょっと食べてみたいね。ねえねえ、いいですよね。あ、今コメントでオートクッカーやっぱすごいねとか、芋煮とビール最高、 あとこれ気になりますね、豚じゃなくて鶏肉にしたらヘルシーになりますかって。そうですね、うん、鶏肉もいいと思います。あの青森県なんかは確か鶏肉とかも多いっていうのを聞きました。やっぱ本当ご当地によって、はい、変えてるってことなんですね、はいはい、いいと思いますよ。面白いね。
ね、オートクッカーがあれば自分時間増えるね。本当そう。いやそうですよ ね。子育て大変よね、うちらね。そう、子育てね。いかに楽したいかってことですよ。料理中大変ですからね。まだね、実はです、次のレシピもあるので、はい、そちらも紹介していただきましょう。次は。はい、続いてはこちら。ダダチャ豆と桜エビの香ばし混ぜご飯です。すごい、ちょっとあの贅沢というかさ、言い過ぎじゃない？ちょっと詰め込めました。香ばし、もう美味しそうなもん全部吸い込みます。そうなんですよ、はい、そして今回も9月1日に新発売したビストロの炊飯器、うん、可変圧力 IH ジャー炊飯器ビストロ SRV10BB を使っていきます。はい、これあまりはです、何回か一緒にお仕事させていただきましたけどね、はい、いいんですよ、すごく美味しいご飯炊けて、うん、ね、それを混ぜご飯作っちゃう、ね、そうなんですよ、はい、本当にバチ当たっちゃうね。あ、さあこれ ね、 さあこちらが、かなさんの方にね、まあ、材料を教えてもらいましょう。はい、材料はこちらです、うん、はい、さあかなりシンプルですね。そうなんですよ、うん、今日は新米の季節なのでお米の味も存分に味わいたいというところで、なるほど、ね、はい、シンプルな味付けにしてます。なるほど、ちゃんとお米があっての混ぜご飯ということですね、はい、さあ材料と作り方、デリシキッチンのアプリをご覧の皆さんは右下のレシピというところをタップしてみてください。では調理の方お願いします。はい、早速調理していきます、うん、まずダダチャ豆です。あ、そう、はい、これ枝豆じゃないんですか？そう、ダダチャ豆なんですよ。ダダチャ豆は水で洗って水気を切って耐熱ガラス製ボウルに入れてあります、はい、はい、そこで水大さじ1を加えます、うんうん、そしてラップをしていきます、はい、ね、ダダチャ豆皆さん知ってますかね？ダダチャ豆ってなんか聞いたことあるけど、うんうん、え、これ枝豆じゃないの？枝豆なんですけど、うん、山形県鶴岡市のブランド枝豆なんですよ。ブランド枝豆なんだ。何が違うの？あの、うん、味も香りもすごい華やかで美味しいんですけど、うんうん、あと今ねちょっと見てもらうとあれなんですけど、この産毛が茶色いのが特徴なんですよ。本当だ、はい、本当だ本当だ、そうなんです、うんうんうん、じゃあこれちょっと4分加熱していきます、うんうんうん、はい、こちらで600ワットのレンジで4分ですね、はい、はい、じゃあこちらちょっとね温めております。さあコメントも見ていきましょう、うん、あ、さあこれ便利そうで良さそうだけど洗うのに重たくて大変そう、これは多分オートクッカーの方ですかね。あ、そうですね、うん、あの中の内鍋は結構軽いので、うん、あのそこまで、普通のお鍋洗う感じですよね。そう、お鍋洗う感じですね、うん、あとすごい洗いやすくなってますよ。 あとこれそのダダチャ豆じゃなくて普通の枝豆でもいいんですかって。はい、枝豆でも大丈夫です。あとはあの7月から9月が旬になるので、うんうん、普通の枝豆でも大丈夫ですし、あとは冷凍の枝豆を使っていただいても。あ、それも手軽でいいですね。はい、大丈夫です、はい、あと桜エビ苦手な方もいらっしゃいます、うんうん、何か変えるとしたら何がいいですか？ あとはですね、シラスとかもいいと思います。いいじゃない、はい、でちゃんとね、磯の香りもしてね、うん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 、はい、さあそして、あ、なるほど、あ、マリモさん、枝豆ラップで蒸すんだ、お手軽。確かにね、そうそう、なんかいつもなんかこう鍋でやってたりとか、ね、茹でたりね、でもあの全然レンジでもできちゃいます。さあそれではですね、このダダチャ豆を加熱している間にですね、はい、山形についてもっともっと皆さんに魅力を知っていただこうということで、こういったものをご用意しました。題して山形グルメクイズ、イエーイ、パフ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 ですね、パフパフ。これね、我々も答えを知らないので、はい、皆さんと一緒にクイズに参加したいと思います、はい、でね、こちらぜひコメントで、皆さんの答えていただきたいなと思います。では早速いってみましょう。第1問、ダダン、山形クイズ、ダダチャ豆のダダチャとはどういう意味でしょうか。うわー難しい。1、お父さん、2、お母さん、3、やんちゃな子供、4、お殿様。さあシンキングタイムスタート。さあ4択でございます。ダダチャ、ダダチャ豆、いやでも私は3かな。 やだやだみたいな、ダダをこねたやんちゃっていう感じもするけど、なんか引っ掛けな感じもしますよね。ダダちゃでもなんかこうお殿様に献上してたとか。あ、そうですね、なんかそういう。じゃああのあまりはね4にしようかな。かなさんは？私は3かな。3、皆さんどうですか？結構お父さんが多いですね。 4も多いですよ。ほうほうほう、お父さん3、うんうん、どうですか？1ってきてますね。これ結構分かれてるってことですね。ね、お父さんも、あの産毛もお父さんありますかね。どういうこと？じゃあこれ答え見ていきましょうかね。はい、ダダチャ豆のダダチャとはどういう意味でしょうか、はい、答えはこちら。
お父さんが正解。すごい、これ結構多かったですよね。すごい、1番はそらさん、そらさん、うん、あ、1番何人かいらっしゃいますね。さあ、山形県の方言でお父さんという意味のダダッチャ、昔山形のお殿様が献上された枝豆が美味しすぎて、これはどこのダダッチャの枝豆かと尋ねたのが名前の由来と言われています。諸説ありということでございます。すごい、当たった皆さんおめでとうございます。素晴らしい、すごい。じゃあもう1問いきましょうかね。当たった方、はい、おめでとうございます。すごいですね。じゃあ次の問題、こちら。芋煮に使った食材のうち、山形市ではある食材の消費量が日本一。次のうちどれでしょう。1、牛肉、2、こんにゃく、3、長ネギ、4、しめじ。いや難しい。これ難しいね。山形市だもんね。そうか、山形市ですね、うん、いやこれちょっと、なんとなくのイメージで言うとこんにゃくかなって感じ。あ、そうなんですか。わかんない、これ。いや、どうなの、皆さんどうですか。どうですか。あ、2とか、2来てません、ね、うん、2多いですか。2が多い。あ、こんにゃくが多いですか。そうなの、はい、なんだろう、山形市である食材が消費量が日本一。山形市、まあ、山形市なんかね、場所的にはブランド牛もあるしとか、ね、そうですよね。寒い地域で長ネギとか、長ネギもあるし、しめじもありそうだし、全部ありそう。さあ、そろそろ、あ、じゃあもうこれ、こちら温めが終わりましたので、はい、皆さん答えを見ていきましょう。答えはこちら。お、こんにゃく。あ、そうだ、芋煮の他にも玉こんにゃくがソウルフード。玉こんにゃくありますよね。はあ、でも生産量日本一は群馬県だそうです。なるほど。いや、正解した皆さんおめでとうございます。おめでとうございます。いや、勉強になりました。山形行きたくなりましたね。はい、はい、ということでダダッチャ豆の加熱が終わりました、はい、見ていきましょう。こちらですね。すごい、張り付いてますよ、気をつけてください。はい、こちらで、ラップをしたまま。あ、いい香り、来てますか。いい香り、枝豆のこの、すごい、もうこれだけでビール飲めちゃうね。美味しそう。はい、はい、でこのまま冷めるまで置いて、さや、うん、から取り出します。はい、はい、で今回はさやから取り出したものをこちらご用意してます。いい色だね。はい、ちょっとね、こう薄皮もくすんでる感じ、ね、茶色っぽいのがダダチャ豆の特徴なんですよ、うんうん、そうなんです。そしてどんどんいきますよね。はい、そしたら次に桜えびと白いりごまをいっていきます、うん、はい、はい、でね、こちらね、一回いるっていうのがね大事なんですよね。はい、そうなんです。はい、フライパンに桜えび 10g です。はい、はい、これもいい香りしそうだね。白いりごま大さじ1を入れます、うんうんうん。はい、これで中火で1分ほどこういっていきます。わ、これさらに香りがね、そうなんですよ、これポイントなんですよ。フライパンでこういう風にいっていくと、桜えびとごまの香りがより一層引き立ちます。いりごまなんていうぐらいだもんね。そうなんですよ、これすごいね。でちょっとひと手間なんですけど、これがあると本当によりご飯が美味しくなりますので、うんうん、贅沢な感じするよ。そう、あ、見て、すごい、見てじゃない、かい、かすごい、エビせんべいのあのいい香りが、うん、香りがすごいですよね。これは混ぜご飯にしたら、こうおにぎりにしても絶対いいよね、うん、そう、これだけで1日頑張れるみたいな、うんうん、いいじゃない。あ、香ばしそう、コメントきます。あ、山形県行ったことないので行ってみたいっていう気持ちになったみおさんからのコメント。しげぼんさん、何回も長距離で行ってます。あ、羨ましいね。やっぱあっちの方ね、お料理も美味しいですから ね、うん、ね、いいですよね。あと今だこれからの季節だとスキーだっていいじゃないですか。あ、確かに、うん、そうですね。あれ、蔵王って山形でしたっけ。どう、ほら、スタッフさん調べてください。間違ったこと伝えちゃダメですよ。この放送時間内にね、訂正するのは訂正しなきゃいけないですからね。どうですか、地理弱いの、地理。皆さんも教えてください。蔵王は山形ですか。どうですか、合ってる、合ってた、合ってた。あまりの勝ち。正解。あ、両方にある。あ、なるほど。じゃあ OK だ、ね、はい、OK、 合ってましたね。さあ、はい、いい香りがどんどんしてきてるよ。はい、で、うん、こちらで香りが立ったら、うん、お、蔵王は山形って教えてくれた人もいます、はい、ありがとうございます。はい、こういう感じですね、うん、香りが立つまでいってください。あ、ほんといい香りする、はい、うん、そう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 。はい、そしたらあとはこの後ね、そう、お米、ね、ご飯に混ぜるだけなんですけど、混ぜご飯ってすごいね。はい、うん、そしたら、うわー、これだけでもうお酒飲みたくなっちゃう。すごい美味しそう。はい、そして今回は、うん、今年9月1日に新発売されたパナソニックの新製品、加圧、すいません、可変圧力 IH ジャー炊飯器ビストロ SRV10BB で
ご飯をもうすでに炊いております。楽しみ、はい、新米さんですからね。そして、はい、今回山形県の会というとことで、うん、雪若丸を使って2合分炊きました。素晴らしい、山形のお米だ。山形のお米、はい、いきますよ、はい、オープンしますよ。お願いします。オープン。じゃあ、うわうわ、つやつや、うわ、いい新米の香り、いい香り。あとちゃんとこうポツポツ穴が、ね、カニ穴もできてますね、うん、カニ穴、これがあると本当に美味しく炊けたという証拠なんですよ。そうなんですよね、はい、そして今日はこの雪若丸のお米の特徴を生かすために、うん、あの銘柄炊き分けコースで炊きました。それは何ですか？銘柄炊き分けコースっていうのが、そのお米の銘柄に合わせてあの加熱時間とか火加減を調整してくれるんですよ。この雪若丸が一番美味しい状態で炊いてあるってことですね。そうなんです。 お雪若丸、みんな雪若丸に反応してるね、美味しいですよね、うん、雪若丸、こう一粒一粒のこう弾力とかがすごい特徴のお米なんですけど、うん、この銘柄炊き分けコースで炊くとその特徴を生かした炊き方にできます。すごい、はい、うん、しかもこのね、うん、匠技 AI も搭載されているので、うん、火加減とか加圧圧力加減ですね、うん、自動で調整してくれて、時間が経っても美味しい状態でご飯楽しめるんですよ、うん、いや嬉しいね。これじゃあもう早く食べたいからちょっと混ぜちゃいましょう、ね、混ぜちゃいましょう、ほら、はい、はい、じゃあこちらの炊き上がったご飯に今言った桜エビと白いりごまですね、うん、はい、そして枝豆。普段のご飯が美味しくなるって最高だよ ね、いいですよね。ビストロシリーズの炊飯器なんてもうそんなこんな贅沢許されるのかしら。はい、そして塩小さじ4分の1は入れます、うん、はい、こちらで混ぜていきます。うわー、これは贅沢だな。うわー、美味しそうね。ただでさえ新米美味しいのに、それをさらに美味しくしちゃうわけでしょ。そうなんですよ、罪の味、ねさあ今、インスタでコメント来てます。これは、古いお米でも新米でも炊き分けできるんですかっていう来てますね。あ、これできる。そうなんですよ、うん、新米も古米も見極めてくれて炊き分けしてくれます。これが、それなんでできるかっていうと、ビストロ匠技 AI という AI が組み込まれてるからなんですよね。そうなんです。これすごいよね。なんか AI っていうとさ、なんか遠い未来のものかなと思ったけども、うん、炊飯器にまで、ね、搭載されてるんですよ、ね、今米をね見て、うん、自動でこう炊き分けてくれるんですもんね。まさに AI が我々の生活を豊かにしてくれてるっていう、今まさにね我々が体験しているわけですね、うんうん、はい、じゃあこちらで盛り付けていきます。はい、はい、使いましょうね、はい、はい、こちらでダダチャ豆と桜エビの香ばし混ぜご飯の完成です。はい、さあ、深野さん、はい、この山形ご当地芋煮醤油味はどうですか？はい、今回お時間の都合で、うん、もうすでに出来上がったものがこちらに、通りでいい香りしてたもんございます。はい、うん、いきますよ。はい、じゃあオープンしちゃってください、はい、いきます。オープン、オープン。どうかな？うわー、すごい、ねえ、美味しそう、もう本当に出来上がっちゃってる香りが、すごいね。え、これ本当に見てないんだね。本当、見て、里芋もちゃんと煮崩れせずに本当に綺麗に、そうなんですよ。しかも色もちゃんと染みてるんです。ちょっとこれすごいね、ねえ、中の羽の力とさ、もう全部の力を、ね、結集して、これ芋煮フェス持ってこいよ、これ確かに絶対びっくりされると思うよ、ね、これがあればね、食べさせてあげたいぐらい。あ、いっぱい持っちゃった。ああ、いいですか？はい、うわ、食べましょう、食べましょう、ね、あ、今コメントでネギがなくなってない、美味しそう。そうなんですよね、うん、このネギのね、醤油のいい匂いした。あ、画面からしましたそう、里芋崩れてないですねっていうコメントも来てますけれども、そう、里芋とね、ネギ、うん、柔らかいネギも崩れてなくて、はい、一緒にできるっていうのすごいですよね。さあ、そして最後に、あ、いいですね、ビストロオートクッカー買いたいっていう気持ちになってくださいました。ありがとうございます。もう我々はね、ぜひぜひ、それが一番嬉しいですね、はい、じゃあお好みで、あ、芋煮よく作りますなんてね、はい、コメントも、はい、ありがとうございます。七味を振りかけて、はい、こちらで山形ご当地芋煮の完成です。はい、どうぞどうぞ。じゃあ早速いただいちゃってもいいですか？それではいただきます。いただきます。うわー、すごい。気になるのはやっぱりこの里芋にしっかりと火が通ってるかってことなんですけど、ちょっと失礼しますよ。お、切りました。どうですか？うわー、柔らかくなって、ね、しっかりと火が通ってしみじみです。はい、じゃあいただいてもいいですか？でき
きたてだから暑い暑い暑いですね暑いですね。おいしい、うん、染みてます。うん、うん、でもこれは熱々じゃなきゃダメだ、うんうん、いや本当にね、このちゃんと染み込んだ煮物がオートクッカーでもうお任せでできちゃうってすごいですよね。これは本当にしっかりと本当ベテランの方が作ったような本当に美味しさが、うんうんうん、牛肉にも出汁がしっかり染み込んでてめちゃくちゃ美味しい、うんうんうん、あ、なんかね優しい味なんだけど、うん、ご飯欲しくなるね、うん、なりますよね、ここで。はい、じゃあいただきます、はい、ただつまめ、うん、お肉、あ、お肉じゃない、お芋が本当に柔らかかったです。いただきます。うわ、どうですか、うん、この新米の甘みにこのね最後にこう混ぜた塩気がねある食材たちがすごくマッチして、これすごい永遠に食べてられる。うわ、ですよね。うわ、美味しい。うん、なんか噛めば噛むほど香りがどんどん出てきて、これ美味しい。ちょっと私もいただきますね。あ、桜エビ美味しいな。やっぱいることでやっぱ深みがね増して。あ、どうですか、うん、ホクホクでしょ。里芋、本当に味が染みてます、うんうん、ホクホク。これいろんな食材で食べてみたいね、うん、それこそごぼうとかさ、そうそう、あとはあの今秋なんでさつまいもとかもおすすめです。ちょっと甘さもあって、うん、はい、で、まあ、こっちも食べてみますね、うん、やっぱこの新米が本当美味しいね。美味しい、うん、うん、これが、うん、やっぱ新米でブランドのお米だからだけじゃなくて、うん、やっぱビストロのやっぱ炊き分けがすごいよね、これね。そう、炊き分けコースで、うん、やっあの炊いてるので、おいしい。やっぱ一粒一粒、うん、すごい甘み感じられます。全然違うよ、本当に、うん、これが AI でさ、一番おいしく炊いてくれてるっていうのはさ、うん、だからやっぱり我々やっぱ炊飯器ってもうピッて押したらもうそのままお任せで、その後どうなって、まあ温めて炊飯してくれてるんだなって分かるんだけど、ちゃんと AI がどう美味しく炊けるかっていうものをやっぱ見定めて作ってくれてるっていうのがすごいなって思います。やっぱり、うん、やっぱ匠技、ビストロ匠技 AI のおかげで、だって9600通りあるんですよ。すごくない、その炊き分けが、うん、だもう炊飯器はね進化しないと思ったけどしましたね。うん、うん、美味しかった。もうずっと食べてられる、うん、うん、じゃあ美味しかった、うん、さあ次回のねビストロライブキッチンのお知らせへと参りましょう。次回は10月2日の水曜日17時からの配信となります。次回はですね、おまかせグリルが大活躍、北海道とご当地のご当地グルメをスチームオーブンレンジで作っちゃいます。鮭のちゃんちゃん焼きと上州豚の味噌焼きご紹介します。これも楽しみですね。楽しみ。さあそして皆さん、お待たせいたしました、視聴者限定プレゼントのお知らせです。アンケートにご回答いただいた方の中から抽選で5名の方に選べるご当地グルメのカタログギフトをプレゼントさせていただきます。さあキーワード、うん、これになります。ドン、はい、芋煮会、こちらが合言葉になっております。全部漢字ですよ。応募方法をお伝えします。デリシキッチンアプリからご覧の皆さんはまず右上のフォローボタンをタップしてください。この配信が終わったらすぐにメッセージが届きますので、フォローしていないとメッセージ届きません。今すぐフォローをお願いします。そしてインスタグラムからご覧の皆さんはですね、ライブ配信終了後にデリシキッチンのアカウントからストーリーズを配信するので、そちらを要チェック。芋煮会間違えないでね。はい、さあ最後までご視聴いただきまして、そしてコメントで皆さんと一緒に盛り上がって本当に楽しかったです。今日ご紹介したビストロ気になったという方は、デリッシュキッチンのアプリからご覧の皆さんは商品ボタンがあるのでぜひタップしてみてください。ぜひぜひね、これぜひ、うん、秋にはね美味しいものいっぱいあるので、はい、お迎えして食卓を豪華にしていただきたいと思います。さあパナソニックのキッチン家電があればどなたでもこんなに美味しいものが簡単に作れちゃう、おすすめです。おすすめです。さあ、トラさん今日いかがでした。はい、もうね、芋煮会をもう好きな具材でぜひやってもらってそしてこの今これからの新米の時期、うん、ね、ビストロ炊飯器でぜひ美味しいご飯を食べてください。いや本当にね、これからね、あったかい鍋とかもね、うん、美味しい季節になってくるので、ぜひぜひ皆さんにそういった魅力伝わったらよかったなと思います、はい、ということで次回10月2日同じ17時からまたお待ちしております。それまで皆さん、またね。バイバーイ。